新年明けましておめでとうございまーすね。というわけで正月に撮って正月にあげた動画となっております。嘘だよ正月に撮って正月にあげてたらこの時間にあげれねえべやさあ、というわけでね、今年も始まりましてね、まあ今年も昨年もね、モンバといろいろやってきましたけども、今年もね、モンバとやっていこうと思いますんでね、変わらずね、生放送とかしていこうと思いますんでね、まあ飽きるまでね、見ていっていただいたらなと思います。では今回も今年もよろしくお願いします。動画終わったらダメなんでそれだったら本当に今日あげれてるんですよ。というわけで音楽を戻しまして、まあ新年一発目なんでちょっとね、初心しに帰っていこうかなと思いますよね。シャープ1の時はこの1回戦でね、森レンタルで負けたわけじゃないですか。いや厳しいの来ましたよこれ結構厳しいの来ましたねこれというわけでね、この画面になるのは珍しいことなんですけど、初心に帰るということで、今回は、こちらでいきます。モンスターマスターなんですよ。勝てるんじゃないでしょうか。いや、厳しいな。ね、あ、スライム、一つ目ビル、炎の石、あ、いいですね。初心から始まる感じの、このパーティー、いいですよね。相性もある。なんかこんなことをシャープ1で言ってたような気がする。というわけで、このパーティーでバトルロード魔王まで行ってみましょう。いや曲までね、戦闘もうシャープ1と同じような光景ですけども、相手が強いのも同じですね相手がかなりねすごいことになっていますけど、今回は何が違うかというと、魔物使いの時とモンスターマスターでだいぶ差は出ると思います。正直称号効果がない時のモンスターなんてもう本当にもうこの相手のバトルローレベルでもう本当にいいとこないんですよ。ナイス、素晴らしいなのでモンスターマスターの称号の補正があれば比較的どこでもいけるんじゃないかなとは思うんですけどね。なぜそいつに撃つよりにも撃って軍隊狩りあたりに撃ってくれ。さあメタパニが先制攻撃いくぜ。混乱させるつもりです。イエーイやるね。シャープ1の時はね、暴れ後ろに突かれながらモンスターが悪いとか言ってたんですけど、今回は一つペロ大活躍の回かもしれませんよ。これもうこの時点で活躍してるんですけどね。まあ別にこの時点で結構活躍してる気がしますけどね。あー後手の気合止めは良くないね。ここで攻撃一旦受けなかったのはでかいでしょう。かなりいいよいいよ。このチームダメージが通しづらいこともあってどういう感じなのか分かんないですけどね。ね、やっぱ新年一発目はこれでいきたいなと。まあ、動画上ね、動画上よ飛び上がる。いや素晴らしい、やるじゃん素晴らしい、やるじゃん今日。いや新年一発目か。新年一発目はね、会心で決めるっていうのもこうね、なんか感じがいいからね。で、お前はなぜそっちに行くんだいなぜお前はそっちを狙ってしまうんだい。はい、混乱させるつもりでーす。おー、なるほど。いいね。悪くないよ。全然悪くない。1体止めたら十分。11交換に持っていければ十分なんよ。10やったらもう大問題。お、いいね。素晴らしいよ。その回避はいいですね。溜めた後これを避けれるっていうのはでかいからね。ひっくり返す。これ溜めた後これよ。いやー、まあ、ここからの仕方ない。さーて、勇気的にはどうでしょうか。ギリギリ溜まりそうな気配はしますけど。なんか溜めてから、なんかわけわからんことやってきた。まあ、ここは光の玉使っておきましょう。ここはね、光の玉を使って、次のターンに勇、もう、一回戦、ちょ、待って待って。俺、あれなんか、一回戦で勇気を溜め切ろうとしてる？僕もしかして。まあ、このターンに、一つ目ピエロとか炎の戦士がどうしても火力を通しづらいんですよ。あー来ましたよ。行くぜ不思議な帽子。ここからね、ビヨンとパンチが飛びますかということで、ダメージが通しづらいんで、もう勇気溜め切った方が早いんじゃないかなと思って。さすがにデンタとかデンデン流軍隊狩りとも打撃全員強いし、ダメージ通しづらいんで、もうとどめ打っちゃいましょう。
何何、新年一発目の動画はさ、新年一発目の動画でさ、いきなりさ、とどめ、おえ、一回戦でとどめの打ち撃打つっていうさ、バトルロード最大の遅延やってねえか、俺。まあ、森デンタル様々隆起が溜まったわけなんですけどね。あー、まあまあまあ。別にもう、こっちが全員先制したのあって、もうほぼ安倍なんですよね。二回戦に対して HP が持っていけるかどうか、HP がね、できれば HP を、ある程度確保したいですよ。あー、まあ、1100残ってんなら、二回戦いけるか。そうそうそう。まあでもいいですね。まずね。よかったよかった。一番怖かった、危惧していたのが、その一回戦で殴り切られることだったんで。まあ新年一発目のトラベチキはこちらです。いくぞ、ライアンや。お、腕組んどる。え、腕組んどる。スンチャか。うん、これ強いんか。目が鋭いぞ。今日もお楽しみください。今年もよろしくお願いします。いきます、せーの、トーン新年一発目のトラベチキをさ、腕組んどる人やっちゃうって。やっぱりモンバトル、僕のモンバトルに欠かせないのってさ、腕を組むことですよね勝負ありというわけで、決勝戦がまだあります。とどめ打った後なんですけど、とどめドカーンって打った後で悪いんですけど、決勝戦があるんでこっちの方が厳しい説が基本1回戦でああ、まあダンスカーニバルなら、いやダンスカーニバルじゃない、これただの森高野チームだ。わりかし普通に固めてきやがったな。さあ、とはいえですよ。まあ、一応こっち HP がだいぶ、いや、なんか全開してる？なんだったら。はい。だいぶ HP が回復してる状態から始まってるのもあって、HP でもうすでにね、勝っているっていうのも結構でかいですよ。炎選手がまさかのね、そう、お互い向き合っていますけど。まずはね、一つ目ビーチェン、燃えたパニー。まあ、そんなもんですよ。え？あ、ノックアウト！必殺があるわ、こいつら。ノックアウトか。拳、拳、拳だもんね。音速の5勝のガウシュ、ドロスイング。ノックアウトあんじゃん。森荒野チーム勝つノックアウトだと？なんてセンスのいいチームなんだ。マジか。くそ、ナオのことメタパニで止めたいじゃん、それ。え、それナオのことメタパニで止めたくない？にゃー、強く、強い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 、ちょっと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 、三角取られてるぞ、これ多分。拡散取られてる。よいしょー、すばらしい。たくさん耐えてるのスライムの回収とか素晴らしいですね。やっぱりね、モンスターマスターの称号かつ素早さがね、スライム高くなってるから本当に回収が出やすいんですよね。下手なモンスターよりライブ出る。まあスラスライカー、まあスライムは要はモンバト界のマリオみたいなところですから。モンバト界のマリオってなんだあ、合ってるわ別に。スマブラ界のマリオ的なね。でも実際スマブラのマリオってなんかさ、安定ばしてういえまあそんなもんっすよ。メラパニー止めちゃおう、ノックアウト止めちゃおうぜ、行くぜ。あれおい、言わんこっちゃないやんけ、お前。止めろ言うたやねえか、メラパニーで。ちょっとメラパニーで止めろって言うとるやんか。おい、一つ目ベロ、メラパニーで止めろって、一体で止めたらもうこれね、一瞬で相手グダってくれるんだって。なんでメラパニーで一体も止めてくれないんだよ。言ったら来たじゃんか、ほら。もう止めないと。お前止めるしかないよ、道が。嘘でしょ、ちょっと、一つ目ピエロって、ちょっと待ってくれ、やばいって、やばいって、やばくない？どうすんの、これ。こっちが混乱してんじゃん、なんだったら。やばいやばい、これやばいぞ。これ負けあるな。え、新年一発目、ここで負けんの？え、新年一発目、こんなとこで負けんの？俺もしかして。え、そんなことは、そんなことは、死に一発目こんなとこで負けるとかやだよ俺。しまなさすぎ。誘惑の全員止めろに。格闘マスター止まる。てか、はいはい、オッケー、よし、これノックアウトでお前もすかせ。おっしゃ、いいぞノックアウト。でもこれ次のノックアウトで多分死ぬな。次のノックアウトでやられるまで見えてるからな。これは若干その場しのぎ感がある。あ、いいよ、せーの、よいしょ。だってノックアウト受けたら死んでたでしょ、これ低い。どうすんの、モンスターが悪いなんて言い訳もうしないぞ俺今回は。ちょっと待って、どうするのちょっと待ってくれ。え、どうすんの、どうすんの、ノックアウト死んじゃうよ。何でもいいからお前止めてくれ、頼む、目玉に止めるしかない。
メタパニーと名刺から一つ目ピエロの生きる道、止めろよ。一体でも止めれば勝ち。いけ、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。このターンに死ぬことはないんじゃないか。いやでも痛恨が 出やすいチームだな、向こう向こう混乱出しやすいチームなんだよな。だから痛恨で、その場しのぎになってるって。おお、怖い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 、おい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 、ちょっと怖い怖い、スレスレバトルだ。何このスレスレバトル、めちゃくちゃ白熱したバトルになってるぞ。いい勝負だ、楽しいな。おっしゃ、いいよ。どうする、どうしようどうしようどうしよう。301301ってことは、あー厳しい。これはね、メタパに捉えてる暇ないよ。全員で攻撃して早く動いた勝ち。このターンで決着でしょ。向こうに動かれたら負けやろ、ほとんど。こっちが全員動くしかねえ。行け、まずはスライム。もうお前が決めてもいい。ここで割ってもいいぞ。突進して、飛び上がる。うーもういっちょまい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 ちょ。あー、待て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 、ここで痛恨受けて負けるのはさ、もう動画終わっちゃうからやめて。やめて、避ければいい。おいー。オッケーよー。ここで決まる。来たー。めっちゃ白熱処理してるんじゃん。よし、いけ、当てろよ。お前当てたら勝ち。はい、いやー、タイヤリでーす。CPU 戦でこんなに苦労するだなんて。おや、あれ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 これは先が見えた。なになに、どうしたグレードだ、どうしたグレードだ。おい、やめとけやめとけやめとけ。俺が好きな合体モンスターが出てきた。俺が好きな合体。行くぜ、猛者たちの怨念よ、なんか出てきた。おい、グレートドンキーかわいそうやろ、いくらなんでも。ちょっと待ってよ、それはかわいそうだって、あんまりだよ。新年一発でこんな悲しい結末ってあります？グレードラー、お前勝負あり、何しに来たんや。というわけで、今年もよろしくお願いします。